はい、ゆなです。はい、まいかです。今回は、じゃん。あ、一つだけ余った。この、くにっと海鮮丼を紹介していきます。見て、めっちゃ美味しそう。うん。食べたい。お腹すいた。まず、一つ目。マグロサーモン丼。美味しそう。食べたい。これ、どっちとも好きな魚や。ゆなちゃん、めっちゃお腹すいとるやん。じゃあ2つ目ウニイクラ丼、うん、こっちも食べたい。ウニ好きやけ。イクラも大好き。イクラね、プチプチして美味しいよね。うん、プチンって。3つ目三色丼。三色、色じゃないけど、うん、色が三色って。うん、鉄火丼。これね、最初見た時にお肉かと思った。なんか焼き目、焼き目みたいな、ね、焼き目で、マグロがあれ、お肉のあのさ、焼いてない時の生肉。そうそう。で、真ん中にわさびが入ってある。うん、美味しそう。じゃあ、5つ目、最後、うん、何でかい、豪華丼。豪華丼、そのまま。そう、あのね、豪華丼っていうね、名前であってね、お皿がね、これだけね、黒。本当だ、気づかなかった。黒やん。黒よ。何が入ってると、サーモン、イクラ、アナエビ、ホタテ、違う、ウニやない？ウニかな、これ。見して。あ、ウニ、ウニ、ウニ。ウニとホタテ。うん。で、葉っぱ。おばかな。おば。おばって言うん、これ。おば。おば？おば。おばと思う。おばだね。うん。豪華だね。豪華。一番どれが好き？一番ね。めめはこれかな。うん、やっぱね、豪華丼だよ。あ、だってさ、うん、だってさ、これはさ、一つだけマグロ、あ、違う、ホタテもあった。違う、こっち、ゆなちゃんが持ってるのが一つだけ。これ二つ。そうけどさ、これはさ、いっぱい入ってるぜよ。うん、高そう。一つだけ、なんか、うん、1万円。黒い皿はイコール高い。1億円。1億円、それは高すぎる。ゆなが好きなのはマグロサーモン丼。大好きなのばっかりだね。うん、好き。めっちゃ美味しそう。なんか寿司屋さん行ったら絶対先にサーモン食べる。前マグロ。マグロから食べる。サーモンやね、ほとんどはサーモン。サーモン、いくら、何か。サーモン、いくら、何かみたいな感じ決まってるって。前ね、その日の気分で決める。そう、こうやってメニュー見て、うん、あ、今日はこれだなって思ってて。ああ。ティアラチャンネル変わっていくね。うん、伝わっていく。まずマグロサーモン丼。あ、気持ちいい。気持ちいい。気持ちいい。早く触りたい。手がね、勝手に動く。この緑ネギかな、これ。あ、ネギは硬くて、この海鮮だけプニプニ。プニプニ。ご飯は下に入ってるのは硬いのね。うん。ウニイクラ丼。ぷいぷい。わさびも乗ってるね。食べれない。イクラが美味しそう。これマンゴーじゃない。マンゴーマグロだった。マグロだね。マグロとマンゴー、まあ、似てるけど味は違うね。うん、甘いね、マンゴーは。これも気持ちいいかな。海鮮でマンゴーが入って。あ、これ待って、これさ、こっちはさ、ご飯がさ、こうぺしゃんこやけど、こっちなんか持ってある。こうやって、うん。次、三色丼触っていきます。あ、気持ちいい。あ、けどちょっとマグロ硬いかな。ちょっと待って、比べてみよう。こっからだんだん硬くなるとこ、ちょっと硬い。本当だ。ちょっと棒読みやった今。本当だ。カエル生きてる。生きてるね。触りましょう。鉄火丼触っていきます。あ、海苔は硬い。乗り硬いね。めっちゃリアリア。うん、こうやってさ、寿司屋にさ、こうやってしたらさ、こうやってさ、ウイスキーに取っていくよ。わさびはちょっと硬いけど柔らかいね。硬いけど柔らかい。ちょっとおかしいか。どっちやねん。あー、生きてた。最後、豪華丼。触っていこう。じゃあ触ろう。あー、生きてた。あ、けどね、ホタテは硬いかもね。超リアル。なんかウニもあの、なんかちょっとブツブツじゃん。
うん、ブツブツもちゃんと書いてあるし、作ってる人ってさ、こうやって一つ一つ作ってるのトン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 、めっちゃ時間かかるやん、1年1年1年もかからないよ。え、かからんかな、1ヶ月結構縮まった、うん、よさって、なんかね、イクラがね、めっちゃね、一粒一粒がね、こうやってちゃんとね、こうやって繋げたみたいになってる。そう、めっちゃ細かいよ。うん、めっちゃ器用やね、作りよう人みたいな。ゆななんか絶対なんかパラパラパラってなってしまうってなるよね。ということで、プニット回線ドーン、おーわーを紹介しました。みんなみんな聞いて、2学期のランドセルにつけたら注目度間違いなし、ほんまかいな。